レッド、ブルー、イエロー。こういうなんか派手な車じゃないんですよ。あ、まあでも強いて言うならブラック。ちっちゃ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、北の浜辺にできた足場とやらを。あ、これ?これのこと?え、すごい。あ、浮いてる。え、すげえ。話しかけれない。話しかけれた。必死になって泳がなくっても、こうしていると気持ちいいわ。アイナさん。えふふ、なに?つるるん。いかがお過ごしですか?ここで過ごす毎日は私の宝物よ。別荘のことで何かあったときは、これからもあなたにお願いするわ。つるるん。優雅だな。すごいね、足場。何足場って。見張り台とかじゃなくて。ちょっとよくわからんねえけど。どういう、何?さあ、じゃあとりあえず次の依頼をこなしていきますか。ちなみにね、制服も変えたんよ。お疲れ、アイナちゃん。何かあれば言ってちょうだいね。お仕事します。あ、もう少し働いてく?オッケー。じゃーん、ちょっと涼しげに。じゃあ頑張ってね。しゃあ、頑張ってきますか。さあ、どうしようかな、次は。新しい子。待ち合わせ場所みたいなお庭だったら超楽しそう。待ち合わせ場所みたいなお庭ってなんだ?ハチ公みたいなのがおるとか?そういうこと?まあ、なんかモニュメント的なものがいるよね。待ち合わせなぁ。隠れ家。音楽が聴ける昔ながらの喫茶店。アトリエ。音楽が聴ける昔ながらの喫茶店。昔ながらの喫茶店、よくわからんけど、していこうかな。まず、喫茶店にそんないかんのよな。あら、なに?え、あなた別荘を建てるお仕事をしてるの。私、新しく別荘を建てようと思ってるんだけど、相談に乗ってもらえないかしら。お聞かせください。いいお返事ね。それじゃ、詳しい話はこれから。よろしくね、アハン。お任せください。それじゃ、詳しい話をしていきましょう。あはん。私の理想の別荘はこういう感じなんだけど。昔ながらのジャズ喫茶、マリリン様。ジャズもいまいちよくわからん。音楽のジャンルっていうことはわかるんやけど。なるほどです。素敵なイメージですね。では、アイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げちょうだい。昔ながらのジャズ喫茶、どんな感じの場所にある感じ、それって。ジャズ喫茶。昔ながらのジャズ喫茶。ちょっとここにしようや。あら、いいじゃない。早く行ってみましょう。あはん。あの、なんかすごい目を細めて笑う感じ好きなんやけど。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか?1階建てにするか2階建てにするか?やだ、悩んじゃう。あなたはどっちがいいと思う?まあ、1階建てかな?そうよね。私も1階建てがいいと思うわ。あはん。あんまり昔ながらの喫茶店に2階建てあるんかもしれんけど、見たことない気がする。では、マリリン様。別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、マリリン様を現地にご案内してね。いいね。目を細めてもめちゃくちゃキラキラしてる。外に置くものがあるのか。わあ、素敵な別荘ね。実物を目にするとますます胸が躍るわ。あはん。ここからどんな風にしてくれるか、とっても楽しみね。よろしく頼んだわよ。あはん。昔ながらのジャズ喫茶。そういうのね、なんか行ってみたいとは思うんやけどさ。私、そもそもなんかこう、なんていうん。個人経営の店みたいなの入るの苦手なんよね。わかる?
なんかちょっとこう、お店の人との距離が近い感じ。近くないとこもいっぱいあるやろうけど。なんか苦手なんよね。昔ながらのジャズ喫茶。あ、でも雰囲気的にはなんかこういう感じがいいんやけど、でかいよね。いや、まあ別に中の大きさとかは自分で変えれるけんあれなんやけど。え、でもなんか、わかる？雰囲気。まあでもここから変えていけるか。屋根。まあでもシルバー、シルバーかな。これで。周り他何置こうか。あ、ジャズ喫茶。なるほど。演奏するところがいるんか。テラス席みたいなのつける？何これ？天蓋付きカウンター。あ、じゃあ外は外でこれを。ダークウッド、ナチュラルウッド、ホワイトか。かわいい。フリフリやん。ナチュラルウッド。いや、ダークウッドかな。家の雰囲気的に。家というか建物の雰囲気的に。外は外でなんかちょっと楽しめる感じにしましょうか。んで、カフェのパラソルテーブル。ナチュラルウッド、ブラック、ナチュラルウッドかな？アイボリー、ネイビー、グリーン、レッド、オーカー、イエロー。何オーカーって。ちょい、カーキっぽい感じ。もうちょい明るめでもいいかな。パラソルもうちょい明るめでもいいか。ライトブルー。イエローは？あ、これぐらいでいいかな。こんな感じで。椅子。ナチュラルのガーデンチェア。これで、まあ、オーク。こんな感じだね。もうちょいなんか看板に被らん方がいい気がするけど。めっちゃなんか座ったら看板に被るな。これ位置これで合っとる？こんな感じで。よし、あ、これでいっか。で、こっちになんかあの、コーヒーミル。いいね。んで、シュガー&ミルク。これはなんかご自由にどうぞ、的な感じで。置いておこう。あ、で、外は外で、メニュー黒板。ダークブラウンかな？あ、良さげじゃない？良さげじゃない？ここもうちょい。え、ちょっと待って。こう。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？あ、ちょっと店員さん的なのちょっと置いとこっか。この辺、まあ、カフェの制服。よし。こんな感じで。あ、いいね、いいね。こういう感じの車じゃないんよね。じゃ、一旦見てみて。レッド、ブルー、イエロー。こういうなんか派手な車じゃないんすよ。あ、まあ、でも強いて言うならブラック。ちっちゃ。ちっちゃ。まあ。しょうがない。ベッドやもんね。じゃ、中に入ろう。で、中は、中は、なるほどね。とりあえず壁紙。
サインも飾りたいし、振り子時計。え、待って、マジでさ、ジャズ喫茶がわからないけど、楽器っていうのはどのあたりに位置するものなのかしら。全くカウンターテーブルなのか。あー、いや、でも、この辺、ヴィンテージなローテーブルなの？カフェテーブルエース。いや、カフェテーブルエースぐらいでいいんかな。これの、ま、ダークブラウン。ま、二つぐらいでいっか、とりあえず。二つぐらい置いて、ちょ、椅子。椅子、ソファータイプにするか？違う。ソファーで、ホワイト。ダークブラウン。ちょっと待って、一旦ちょっと出して、置く。こんな感じか？この辺で、まあなんか演奏してもらう？どうしよう、カウンターを2つでいっか。あ、ちょっと待って。あ、違う。とりあえず1個で、ブリック&ウッドやな。かわいい。で、カウンター。で、カウンターチェア。これのダークウッドかな。うん、ダークウッドやな。これを2つ。あ、めっちゃいい。あ、超いい。で、ここに、コーヒーミル。んで、シュガー&ミルク。じゃあ、コーヒーカップでいっか。コーヒーカップこっちでいっか。はい、こう、あ、じゃあ、置けてない。コーヒーカップ。んで、シュガー&ミルク。もうちょいなんか色味ある？シンプル、草花、水玉、ローズ、ロイヤル。ゴージャス。いや、草花かな？草花やな。さあ、これで、これはテーブルの上に置くものよね、きっと。そこもちょっといまいち分かってないんやけど。なんかちょっとした置き場所。え、なんかこの辺のさ、シンプルなソファーとかの方が良くない？ねえ。こっちの方がいい気がするよ。で、まあ、こんな感じで、置いておいて、んで、モロッカンなトレイテーブル。こんな感じで、いや、なんかテーブル違うかな。いやー、まあいっか。まあいっか。んで、あの中に立たせられるか。ああ、いけない、いけねえよ。若干ずらして、なんかだいぶスペース空いたな。あ、これで。はいはい。んで、このちょっと入り口近くのちょこっとしたスペースで、じゃあ演奏してもらえますか。ジャズ。アルトサックスとかあるイメージ。なんとなく。
エレキギター、いやマジで分からんだよね、エレキベース、楽器がまず分からない。この辺で演奏してもらおう。これ演奏しよる風になっとんかどうかも分からん。いや絶対なってないとは思うんやけど、あまあ演奏しよるというよりか置いとるっていうだけでもいい気がするけど、いや絶対こんなん全然並べれんもん。ステージライト、ステージライトいる？まあいるんかな普通は。ドラムセット、なんかドラムっている気がする。ぐちゃって集まっとるだけやけど、あーまあ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 雰囲気だけ、雰囲気だけ、うんうん、よしこれでよし。ジャズ喫茶がよくわからんけん、こんな感じでいいっすかね。うふふ、どんな感じ？完成しました。できたのね、ありがとう。いやなんかね、私近くでも、なんやろ、ジャズ喫茶とは書いてないんやけど、なんかミュージックカフェみたいな。まあなんか見たことあるんやけど、結構なんか広めな感じの。いやほんと私、チェーン店以外にさ、入る勇気がないんやけど、わかる？チェーン店ってなんかすごい安心感あるやん。なんかどこに行っても、まあ、同じ質の提供がされて、でもなんかそんな店員さんが客に興味なさげな感じ。よし、今日はどうもありがとう。素敵な別荘もできたことだし、ゆっくりと過ごさせてもらうわね。あはん、では失礼します。そう、気をつけて帰ってね。ここには座ってきていいんだから。あはん、でも楽器の部分以外はいいと思うんだ。あれ、たぬきち、あ、ちょうど帰ってきた。あいなちゃんお疲れ様。どうも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 、あいなさん、たくみさんから聞いただなも、別荘作り頑張ってるみたいだね。いやーどうも、ぼぼそれほどでも謙遜しとこ。おかげさまでとっても助かってます。いっそ住み込みで働いてほしいくらい。いやそれは勘弁ちょっと。さすがにそれは困るんだなも、あいなさんはあいなとにとっても欠かせない存在だからね。働かせすぎでは。私、あやな島で全然働いてないけど。ですよね、冗談です。あはは、それはともかく、どんな様子か見に来てみたんだけど、特に問題はなさそうだもんね。たくみさんは何か困ってることない？僕にできることなら何でも言ってちょうだい。そうですね。別荘のコーディネートに使える家具も随分揃ってはきたんですけど、もっといろんな家具が使えるようになれば、お客様の満足度を上げられるのではと思うんですよね。何か良い方法があればいいんですけど。そういうことなら力になれるかもしれないだろも。うちのたぬきショッピングで扱ってる商品も、別荘用にオーダーできるようにしておくだもん。たぬきショッピング、何、カタログとか見て注文できるやつ？ん？カタログ？違うな。なんか外に置いたりとか。マイルで交換できるやつってこと？いいんですか？そうしていただけるとすっごく助かります。それは確かにめちゃくちゃ幅は広がりそう。うちでどんな商品を扱っているかは、アイラさんなら知ってるし、別荘作りにも役立ってちょうだいね。ありがとうございます、たぬきちさん。力になれたのなら嬉しいだろも。特に大きめのものとかはね、いっぱいあるもんね。これからも困ったことがあればいつでも言ってちょうだいね。それじゃあそろそろ失礼するだろも。イベント開催頑張ってね。いつなんだイベント。たぬきショッピングの家具が使えるようになった。コーディネートの幅が広がりそう。うんうん、よかったよかった。ああびっくりした、突然たぬきちさんが来るなんて思ってもみなかったわね。あ、急になんや、連絡があってとかじゃないのね。さて、改めてお仕事お疲れ様、アイナちゃん。今回の給料15,000ポキよ。給料忘れとった、めっちゃ。ただ働きになるところやった。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ。ゆっくり休んでね。ほーっと歩き出した。びっくり。
ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかちょいちょいイベントがどうたらこうたらみたいなの出てくるけど、何のイベントやっけ。え、この島を盛り上げるためのイベント。それは一回こっきりで終わるんかな。なんか結構大掛かりなセットしよるみたいやけどね。